ヘイルズセカンドダウン2ゴール、残り5ヤード。バック19番ハンドオフから右へのブースレック、そこから右オープン展開し相手ディフェンスをかわしながらエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。エールズ6点獲得。